ょっと聞いてみましょう。あ、エクスキューズミー。もうちょっと。はい。You はどうして日本に？あ、格替わり腰掛け銀。あ、ひろみさん格替わりね。他でやりますね。そうね。はい、マリアさんは得意言語は？はい。試験飛車。あ、試験飛車で、ね、ね。将棋ウォーズだとどれくらいなんですか？初段ですが、あ、まあ、達成率は結構低いです。でも日本語は本当に上手ですね。まあ、そうです。いやいやいや。いや、嘘、ちょっと英語喋るかと思って。あ、普段は英語イングリッシュですけど。マリオ方でも、撮りますので、ちょっと写真を撮ります。はい、じゃあちょっとそこを歩いていただいて、あ、じゃあ、あ、じゃあ歩いてもらって、はい、はい、じゃあちょっと、あ、じゃあちょっと聞いてみましょう。あ、エクスキューズミー。あ、もうちょっと、はい、You はどうして日本に来たんですか？ああ、そうですね。まあ、大体、お茶を飲むと将棋を対局するために日本に来ました。はい、あ、すごい。お茶も好きなんですか？あ、そうですね。日本茶は結構好きですから。まあ、あと、将棋ができるんですね。あ、ルールしかわかりません。あと少しだけ。まあけど正直に言うと、将棋は、まあ、15年ぐらいしています。あ、奥様もマリア様。だってなんか何してるのっていうことになっちゃう。はい。奥様も同じで日本に来た理由は、はい。じゃあ理由はなんか日本の伝統的な文化に興味がある。ありますので、なんかお茶のため将棋のためいろんな伝統的な文化を、はい、経験すること、あ、もう、はい、ねえねえ、もうなんと、ね、将棋つながりで実は女流棋士なんですね、はい、あ、聞こえた、聞こえたね、ちょっとひろみさんもこっち来てもらって、はい、あの、ね、例のフレーズを、あ、あの、You は何しに日本へっていう、あ、もうそれ行く、触りをやろうかな。あ、そう。はい。その流れに持っていくために。あ、いいよ。うん、はい。じゃあ、あ、じゃあもう一回近づいて。そうですね。なので、ちょっと偶然、ね、将棋を好きな、はい、偶然でもないですかね。そうですね。はい、あの、将棋の女流棋士をしています、はいはい、中倉ひこです。中倉ひこです。はい。なので、うん、そうね、はるばる、スロバキアから来ていただいたということで。まだ聞いてなかったね。Where are you from?Ah, we are from Slovakia. Slovakia, からね。Welcome to my Japan. Welcome to Japan. Thank you. Thank you very much. ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。LPC もいよいよ国際派デビューですね。はい。今日は、じゃあそのフレーズいきましょう。はい。やりたかった。はい。You areでね。You are。はい、You は何しに、あ、何、You は何しに日本へだよ。You は何しに日本へって。はい、まあ、あ、そうそう、はい、ファン、はい、You は何しに日本へ。でね、うまく。はい。はい。ここでは、あの、2月3日に節分祭っていうのがあって、節分祭っていうのは、ビンズ、スロー、投げる、あの、鬼に向かって、鬼は外、とクワウチっていう儀式があるんですけど、姉妹で節分を、豆をまくというのをここでやっていますね。
はい。あ、1個出ました。出ましたか。あ、ここからピッと棒が出ないんで。あ、おお。あ、3かな。うん。あ、3。はい。ですね。で、この3の。あ、お、すごい、スペシャルカード。おお。これ、大吉ですね。大吉。はーい。あ、48。はい。お、これもいいですね。はい、こちら何もない。なんだ、なんでしょう。じゃあちょっと見せてもらいましょうか。これは、こっち、これが一番インポータントだ。大吉、中吉で、大吉はもうモーストハッピー。ハッピー。一番いい。うん、やつです。はい。その次ですね、中吉は。はい。大吉、中吉、その下に小吉とか、末吉とか。で、今日っていうのが一番ね、でダメなやつ。そうそう、バットアイコンは今日ですね。はい。で、すごいね、ナンバーワン、ナンバーツーで。ねえ。コングラチュレーション。じゃあ、今日はですね、国際交流特別イベントということでね、スロバキアから、スロバキアですよ、からね、2人、はるばる来ていただきました。まあ、スロバキアの将棋状態についてちょっと話して、まあ、あとちょっと将棋もさしてのは、お楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、まずはどんな風にルカスさんがスロバキアでね将棋してるのかっていうのをね、写真をちょっと準備してもらったのでお話をね聞いてみたいかなと思います。じゃあスロバキアの将棋活動をねちょっとお聞きしたいと思います。はい、ちなみにだけどスロバキア行ったことあるよってしてる行ったらすごいけどね。あ、ちょっといないか。はい、じゃあヨーロッパはどうかな。え、あ、ヨーロッパ、はい、僕はこれぐらいだね。それアメリカだ。そちらの方がいたっていうか、僕はこの後乗せて行くって。そうだね、イギリスにね行くって言ってたね今ね。うん、そうか。はい、ということでね、まあ、先生もねまだ行ったことはないんですけど、中田先生がね会ったことある人いますかね。あ、専門講師ね、武田君ね。中田先生がヨーロッパの中の将棋大会があって、そこでねスロバキアで将棋大会があったことがあって、その時に中田先生とルカスさんがね4年前ですかね、はい、あったのが縁で、で今回ちょっとね来てくれたんですけども、はい、じゃあまずそうですね、写真をちょっと見ながら、はい、お話をお願いします。はい、はい、スロバキアの首都のブラチスラバで毎週日曜日に将棋集まりをやっています。だいたい8人ぐらい、10人ぐらい参加者は、まあ、毎週じゃなくてけど、はい、ほぼほぼ毎週参加しています。はい、お子さんもいますね。あ、そうそうそう、あと去年からある日本人の家族も、はい、参加し始めました。なんかこう和風っていうか、まあ、喫茶スタイル、喫茶風の店が結構人気ですので、私たちは、はい、あるブラチスラバの喫茶で将棋の集まりを、まあ、茶を飲みながら将棋をさしています。あ、茶を飲みながら、時々天気が良かったら、集まりは外で、公園でもやっています。はい、まあ、日本もね昔こうやって外でね縁側でね将棋やるのを縁台将棋って言って、まあ、よく出さされてたんだけどね。そういう外で将棋やったことある人いる？ピクニックみたいに。そこまではまだないかな。ちょっと暑いからね、夏は暑すぎるからね。これは将棋の日。まあ、日本では11月の17日に。そうですね。はい。11月17日。はい。
将棋の日ありますが、はい、スロバキアでも少し将棋の日を祝っています。それは、まあ、グループ将棋です。まあ、一定すると交代になりますという将棋対局になりました。リレー将棋だと、まあ、負けちゃってもね、グループのせいにもできるし、ね、その人は不正義だ。将棋の日ね、11月17日将棋の日って知ってる人いましたか？大丈夫、みんな分かってる。昔江戸時代にね、あの将棋を、将軍の前で将棋をね披露していたんですけど、あの、まあ、将棋を披露する日が11月17日だったのね。まあ、将軍はあんまり将棋に興味を持っていますでしたので、はい、その対局はずっと前に指されましたが、まあ、将軍の前にだけ、まあ、早くだけ手を指しましたが、はい、あ、よくご存知ですね。はい、そうですね。あの、本当の将棋を将軍の前にやってしまうと長く時間がかかりすぎちゃって大変なので、下指しって言ってね、最初にちょっとね、将棋やっておくんですよね。よくご存知ですね。で、将軍の前では一応、こんな風にやりましたっていう風にね、まあ、見せたというのがね、まあ、そういう文献も残ってますね。深さんは将棋の歴史の本もね、よく読まれていて、勉強されていくことなので、はい。次、将棋大会ですか？そうですね。まあ、将棋の集まり以外に大会もやっています。ヨーロッパには、はい、国がいっぱいあるので、はい、国は結構近いですので、大体ヨーロッパの大会は国際的な、まあ、参加者は本当にいろいろ国から将棋を指しに来ます。オーストリアとかチェコとかスロベニアとか日本からも来ました。あと、この人は、正直に言うと彼はコロンビア人ですが、今はドイツで住んでいますので、まあ、ドイツから私たちの大会に参加しに来ました。いろんな国からヨーロッパとつながっているので移動しやすくて来るんです ね, ですね。はい、スロバキアとチェコは、はいはい、ずっと前に30年前に同じ国でしたが、まあ、今もスロバキア人はみんなチェコ語分かって、チェコ人はみんなスロバキア語を分かって、まあ、チェコ人とスロバキア人は結構仲が良くて、私たちの連盟も結構仲がいいですので、まあ、時々一緒にイベント、いろいろイベントしています。この写真は5年前の写真ですが、まあ、その時、スロバキアの一番大きい自然の公園に行って、まあ、チェコ人とスロバキア人と一緒にハイキングして、あと将棋も対局しました。はい、ヨーロッパ将棋チャンピオンシップということで、そうですね、はい、人数も振ってくれましたね。はい、まあ、人数はまあ、100人以上でした。 あとこれは、うん、ヨーロッパで一番大切な大会で、まあ、本当にいろいろ国から、うん、選手が来て、将棋を頑張りて、そうですね。あと、この大会は毎年他の国で開催して、あと、将棋連盟はこのイベントを、まあ、講演して、プロ棋士を発見するのは結構多いことになります。はい、これは中澤先生です。あ、これは中澤先生の、トーナメントのチャンピオンシップの、参加者は、中澤先生と指導対局を、対局できて、まあ、あと試合の解析も結構あって、はい、あと中澤先生も大盤で、将棋の
レクチャーをしました。はい、あ、なるほど。はい。じゃあそうですね。じゃあまずひろみさん。あ、はい。将棋を始められたきっかけとか、将棋との初めての出会いについて教えてください。あ、はい。まあ、初めての出会いは15年前です。15年前で、まあ、スロバキアで日本文化イベントで初めて将棋を指しました。イベントで、まあ、開催していた方は、夏休みの後、将棋セットが優勝できる大会発表して、夏休みは全部一生懸命練習して優勝しようと思っていましたが、残念ですがこの大会は結局的に行いませんでした。だから自分の最初の将棋セットを自分で買うことになりました。ちなみにスロバキアの夏休みは2ヶ月間です。結構長いですね。アメリカと同じか。まあアメリカと同じぐらいですね。将棋の面白いところってどこですか？はい。まあ将棋は自分の力で勝てるゲームですね。それは一番強い将棋の魅力だと思いますが、まあ同時にそれは将棋の一番大きな苦しみにもなりますね。だから幸運の要素がなくて、負けると自分のせいでだけ負けたという気持ちになってが、まあ、同時に勝つと自分の力で勝ったという気持ちになって、これは結構いい気持ちだと思います。